おかげさまで音楽デザイン専修生短期大学が、ちょうど始まって2年経った後に学部ができたんですけども、100名超えております、私の iPhone の番号に今107人の、音デセの電話番号が入っております、本当に過ぎてみれば、当て間のことのように思うんですけれども、こうして未来への扉という名前をつけて作品を作って何らかの自分に力がついたという確認を、まあ、させていただけるっていうのは本当に幸せなことだなと思っております。作ったものをたくさんの人に見てもらえるっていうのは皆さんにとってもすごい幸せなことだと思っていただけたらいいなと思います。短大生はもうこれで、卒業制作ということで、残るはもう卒業式だけになってしまうというところなんですけれども、先ほどの寺田先生の話にもありますように、ぜひ作品を作り続けて、自分の作ったものが誰かに何かの、まあ、影響を及ぼしてるんだというのを常に思いながら、頑張っていただきたいと思います。今日はどうぞお楽しみください。ありがとうございます。